器って楽器じゃん。ポッキーって楽器じゃん。グリコ。上がってくんなまし、上がってラップにしてってよ。上がって楽にしてってよくんな。上がってくんなまし、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 上がって楽にしてってよくんな。持ってくんなまし、持って楽にしてってよくんな。持ってくんなまし、俺は松日の正直さ。ポッキーって楽器じゃん。さすがに。下手くそすぎだろ。ポッキーって楽器じゃん。ポッキーって楽器じゃん。グリコ。ポッキーって楽器じゃん。グリコ。ちょっと楽器をもうちょっとキュッと、はい、するかもしれない。はい、見てもらって。Thank you.
そんなわけないじゃん。キック出すなんで。よーせーの、せーの、カット。かわいい。いいよね。仲の良さが溢れた演奏で、あ、溢れてますね、はい、教室の高いところからなんか物見ることないんで、やっぱ映像ならではの不思議な、ね、見え方したんじゃないですか。僕らが最年少だと思うんですけど、あの他のサポートするアーティストさんの中では、なんかその僕らも結構そのまあ新人バンドというか若いバンドなので、その参加される方と同じ目線でなんか見れたらなと思いますね。同級生だったんで、なんか帰り道がだいたいあの家もそれぞれ近かったんで、だいたい帰る方向も一緒で、でなんか毎日、まあ部活は結構バラバラだったんですけど、それぞれなんか一緒に帰ったりとかしたのを結構思い出しますね。こう、まあフジロックじゃないですか。まあ自分たちの出番はあのハラハラなんですけど、まあ、それはそう。それまでのあの初日から行ってたんで、あのもう本当にもう夜中までテント泊だったんですけどね。あの前日はあのホテル泊まれたんですけど、まあいろいろな兼ね合いでテント泊になっちゃって、もう寝ずに遊んで、すごい楽しい思い出でしたね。まあでもこのチョコパが始まって。うんうん、まあ、聴くものだった音楽が、まあ、作ったり、演奏したりして、あの、今回のこういう CM みたいなものにつながっていったりっていう、その、あの、ただの聴くものから、なんか、あの、まあ、あの、なんか未来が変わっていくような、あの、ものに、変わりましたね、チョコパを始めてから。結構旅とかをするんですけど、そのまあフェスに移動するとか、3人で個人的に旅行行ったりとか、まあ、その移動する時の旅の友みたいな感じですかね。運転してる時に流して、これから向かうときはすごいアッパーな音楽流して、で、帰るときはちょっと静かめの曲流してみたいな感じですかね。なんか何も決めずに演奏して、で、こう、なんて言うんだろう。音楽で共有していくみたいな。なんかそういうのってこう、なんか、あの、撮影中も、あの、ポッキーをこう回したりとか分け合って食べたり したんですけど、そういうのとなんか似てるなっていうか、こう共有し、一つのものを共有するみたいな、そういうものがなんか演奏とかに似てて、あ、なんかそういう共通点があるんだなって思いましたね。ライブ結構なんて言うんだろう、あのこっちは緊張して、なんか、こう、アップアップな感じでやっちゃってるんですけど、まあ、演奏してる間の、そのライブ中の、なんか楽しさみたいなものを、なんか、見てる観客の人たちにも、なんか、共有できたらな、っていうふうに、思いましたね、フジロックとか。お客さんの表情から、僕らが逆に、その、あの、緊張がほぐれるみたいな瞬間も、うんうん、あるから、それもなんか相互作用というか。おお、
シェアしてもらったりしたりということですね。そうですね、将来 の、 あの期待も込めてカカオ 60% のポッキーがあの濃く香るような大人な人間に自分自身も成長してそういう曲を作りたいなと、そういう期待を込めてカカオ 60% のポッキー、あの自分の音楽スタイルとを似ていると思います。ただの全然使えねえ。はい、じゃあ白井さんも入りますか。ありがとうございます。じゃあ3名の方ありがとうございます。ありがとうございます。2番俺って弾みで上に行くみたいなイメージですね。ピッと立てます。よーカット。オルソナイのももらっておきます。ごめんなさい、すいません。食べたらこの辺に。そうですね、お顔とかからないあの位置探っていただいて。はい、本番、まあ、よーごめんなさい。もうリアルだけちょっとカッコつけてみて。違う。はい、じゃあこの後 OK です。じゃあ最後ちょっと手持ちでやってみますね。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。嬉しい。いやもう夏の体育館ということで非常に暑い中皆さん頑張っていただいて、まあもう自分も学生時代ちょっと部活を思い出すぐらいの環境でしたけど、まあすごくその分一体感というか、それこそこの暑さをみんなでシェアしながらですね。いい CM になったんじゃないかなと思いますし、まあ我々がこの今回のポッキーの CM にこうやって、まあ、お力添えできる、できたということがすごく光栄です。はい。楽しかったです。でも最終的には。ありがとうございました。ちょっとリア度だけ少しずれて。確かに。そんなことない。自分格好つけたの？いやいやいや、合ってた合ってた。大丈夫。ちょっと渋めだったよね。渋めよ、この。ちょっと CM 楽しみ。楽しみですね。そうですね、光栄でしたね。はい。だし、まあ、本当こう、後輩にアドバイスというよりは、同じアーティストに対して、こう、ちょっとこう、アレンジのヘルプを渡すぐらいの感じの感覚です。だから、まあ、将来への投資じゃないですけど、いつか我々が困った時に、サポートしていただければという意味でも、うん、ありがたかったです。高校1年生始まって、でクラスのなんかこう自己紹介あるじゃないですか、一人ずつじゃあ言ってくださいみたいな、な一言みたいなので、これそこでギターやってるんでバンドやりたいんで誰かやってる人を声かけてくださいって言ったんですよ。でその時あそこにはそのクラスには傭兵いなかったんですけど、そのクラスの、一人のその男の子がそのベースやってたんですけど、なんかちょバンドやるからさってちょっと一緒にやろうよって言われて、で他にももうメンツが集まってるからって今度ちょっと一緒に集まるからって言った時にいたのがまあ陽平だったんですよ。その一言なかったらそうですね、会ってなかったですね陽平とは。自分の実家に帰ることがあって、2週間ぐらいもう何十年ぶりぐらいかなっていう勢いで泊まってたんですけど、やっぱね、母親の手料理ってこんなにありがたいんだなって、
ありがたいなって思いましたね。それが夏の思い出です。はい。この年で思うかよ、やっと。いやいや、それはもちろんね、うん。当時も感謝してましたけど。はいはいはい。今なおね。で、今の、うん、今の、この年齢になっての母親の卵焼きの味って、多分、世界一だと思いますね。染みた？染みました。はい。シリアに住んでたんですけど、その時って、日本人の日本の食べ物が売ってないんですよ。だから、何ヶ月かに一回、市の会社の、なんかリストがあるんですけど、送ってくださったリストにこう、これが欲しい、これが欲しいって言って、それが、支給されるわけなんですけど、そこにポッキーがあって、もう毎日のポッキー、いちごポッキー食べてました。高3の時に、一緒に出た、高野祭っていう、文化祭の夜にやる、全校の人たちが集まってやる、高野祭っていうのがあって、体育館に集まってやってたんですけど、生徒で、満杯だったんですよね。で、人がいる前でやるライブっていうのは全然違うんですよ。やっぱ、これ、やりたいと思ったんですよ、あれ。あれをあそこで経験できたのは、運が良かったかなと思います、うん、本当に。あれがなかったらむしろな、もう今プロ目指すとかなかったかもしれないんで、そこが転機だったかなとは思いますね。マジですね。はい。まあ、やっぱり最初に思いつくのは、ドラムのこと言ってんのかな、ドラムスティックのこと言ってんのかなっていうのは思いますね。やっぱりみんな、誰しも、ポッキーを、ドラムのスティックに見立てたことはあるんじゃないかなって思うので、僕も曲を作るときなんかこうビートから始まるんで、そういう意味では、ポッキーと楽器じゃんっていうのは、そこに繋がってるのかなっていうふうにふと思いました。神奈川県の、相模大野駅っていう駅で、のホームでですね、電車が来るとき、電車接近メロディーっていうのに渡り鳥が、今度から使われるんですけど、それはもう嬉しかったですし、ぜひこれを見てる方にも、見に行って、聞きに行ってほしいですね。シェアしたいですよ。はい。アーモンドクラッシュの、ちょっと、普通より太いスティック使ってるんで、だから、それですね。やっぱスティックに見立てる。はい。つぶつぶいちごさんが、推しですけど。そうです、いちごさん、はい。そうです、やっぱりなんかこう、甘いだけじゃないぞっていう、スパイさも、人生にはあるんだよっていうところを、こう、僕は曲だったり歌詞だったり、確かに。組み込んでるんで。はいはいはい。うん、確かに。酸味で、ね。確かに、確かに。うん、なんか一見甘いんですけど、あるちょっと、実は酸っぱい。肉体的だな。そうそうそう、うん。甘酸っぱいとこもあるし。ぴったりだ。ぴったり。はい。これ極細なんですけど、極細は普通に好きなんですよ、一番好きなんですけど、食べ方的に、こう、まとめて束で食べるのが好きなんですよ。5、6本こう、食べるのが好きで。で、その食感が、結構、こう、ギターの、ジャーンって、ジャララランっていう感じの。素晴らしい。そうだと思った。そうだと思った。やっぱカカオ 60%。お？ベーシック支える楽器ですけども、やっぱりまあリズム隊の中ではですね、音階とリズム両方ある楽器と言われるのがベースですんで、まあちょっと濃いめでビターに、はい、支えていこうかなと思います。わかる人にはわかるってね。自分でも何言ってるか分かんない。